カイチケットプレゼンツディープ111インパクト、いよいよオープニングマッチ第1試合が始まります。第1試合はディープバンタム級1ラウンド5分2ラウンドで争われます。赤いリストカラーが平松翔、そして青いリストカラー画面左側が龍騎。解説はテイクワン代表、そしてディープでは2階級制覇チャンピオンに輝きました横田辰徳さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて横田さん、注目の早くも第一試合ということになりましたけどね。本当に楽しみな試合なので、はい、ちょっと見入っちゃいそうな、はい、緊張感ありますね。そうですね。平松翔という選手はここまで4勝2敗、その4勝すべてノックアウトか一本勝ちという決定力を持っています。そして右のハイキックガードの上でありました。まずどんなところが一つ注目になりますか。お互い大金の選手だと思うんで、はい、お互い牽制しながらどう倒しに行くのかっていうのが面白いですね。で、青コーナーの龍騎になりますが、2017年にキックの大会中国の英雄伝説で60キロのアジアチャンピオンに輝いたという17戦無敗記録を持っています。いや、すごいですよ。本当に英雄伝説でチャンピオンになるってのはすごいことなんです、はい、その選手相手にこの平松翔、足をよく使っていきます。サイドステップ、ますね、はい、左のミドルから、そしてここが交錯したパンチ。さあ、この距離感というのはどうでしょうか。今龍騎選手いい圧がかかってますね、はい、この赤いリストからの平松翔なんですが、身長が175センチ、一方龍騎は168センチですので、7センチ身長があるのは平松の方になります。普通だったら今選手の方は多分圧かけれると思うんですけど、龍騎選手やっぱ打撃だいぶいいですね。そうですね、この圧力です。プレッシャーをかけていこうという青いリストカラーの龍騎、サウスポースタイルになります。まずは右のローキック、そして近づいていく一方平松としてはよく足を使っています。左のストレート、これは当たりませんでした。いいですね、緊張感ありますね。そうです ね、 いいですね。左のハイキックガードの上、そして少し前に出始めた平松です。ここで横田さん、平松が出始めましたね。ワンツー、左のストレート、右フック、左から右フック。龍騎はこのパンチボクシングで攻めていこうというところです。やっぱ精度は龍騎選手が高いですね、打撃の精度は。ですから打ち合いになりますと確実に当てているのは龍騎の方ですよね。そうですね、そして左のストレートを出していきますが、やはりここでもまたプレッシャーをかけてくるでしょうか龍騎。いい圧かけ方ですね、スイッチしていきます。そしてまたサウスポーにチェンジしていきました。右フックから左、そして左のミドルです。打撃一発一発の精度が非常に高いように見えますね。平野選手ちょっとこう打開しないと圧かけられちゃってるんで、そうですね、ちょっと違うこと、まあ、少しテイク混ぜるとか、ここまではいい形、4連勝でこのケージに乗り込んできています。赤いリストカラーの平松翔です。そろそろ仕掛けようという指示がパラエストラ松戸サイドから聞こえてきました。平松です。そうですね、今完全に龍騎選手のペースになっちゃってるんで、はい、一つこの右というのがキーワードになりそうですね。そうですね、入ってきたところの右というセコンドの声が聞こえてきました。まあ、これも難しいところが横田さん相手にも聞こえてますからね。そうですね、残り1分30、平松そろそろ明確にポイントと前の手で相手の腰を触っていますが、ここは打ち合い、左のハイキック、左ストレート、左、ここからまとめていく龍騎、チャンスをものにしました。やっぱ打撃は強いですね。いやー、この打撃はですね、確実に先ほどの左ストレートは捉えましたが、横田さん、改めていかがでしたでしょうか。いやー、多分本当キックでも17戦の敗とかで、こうテイクダウン行かないと、多分打撃だけだったら相当強い選手ですよね、はい、総合でも。平松翔も4連勝で、あ、失礼、3連勝で、このケージに乗り込んでいるんですけれども、他に策はなかったんでしょうかね。いや、 やっぱテイク混ぜないと、こうやって打撃だけで勝負したら、自分の相当打撃だけだと相当強い選手だと思うんで、はい、やっぱり混ぜるっていうことをしないと、まあ、そこですよね、はい、スタンドだけで勝負したらやっぱ勝てないですよ、強いですよ。いや、どちらもいいファイターの打撃ですね。
この平松を破った龍騎、さらにここからはな、まあ、しかも激戦回避のバンタム級ですから、はい、上り流になってきそうな感じがしますね。いや面白い存在に、ね、間違いなくなってくるんじゃないかなっていう、はい、これで寝技の防ぐ、能力がたけるようになったら、いや相当強いと思いますよね。今回が5戦目、これで3勝2敗になるんですが、はい、勝利は全て KO 勝利という3戦 3勝3KO ですよ。そうですよ、宮城選手に勝っても、相手も、ね、キックボクシングの三冠王とか、そうですね、それをしっかり、ね、KO できるっていう、相当いい選手だと思うんで、はい、まあ、あと寝技が本当どれぐらい、ね、うちの前回コロニーは負けちゃってるんで、それも寝技が、ね、対応できるようになったら、本当そうです、ね、多分トップになれるぐらいの、はい、かき回してくれるような選手になるんじゃないかなと思いますね。負けた試合というのは、あのパンクラスで川村康弘日本負け、そして、横田さんの弟子であるコロ選手に腕十字で敗れたということで、あの負ける試合は一本負けなんですね。勝つ試合は全部 KO 勝ちという。いやー今もすごいいい KO で、勝ち、インパクトがすごいありましたね、はいはい、これで3勝2敗白星を先行させました。その3勝は全て KO 勝利という龍騎です。第1試合早くも盛り上げてくれました KO 勝ちを飾っている龍騎です。1試合目から素晴らしい。そうですね、はい、この楽しみですね、はい、大会としては素晴らしい幕開けになりました。